おい、スプッチだーってことでね、今回ね、ちょっとね、新コンポが見つかりましてね、プロの試合見て気づいたんですよ。OD ジョスクから、なんかノーキャンセルで、なんかね、強弱なく出しててね、コマ抜けのタクが、コマ抜け大嫌い、俺。ここバックステップだったかもな。この投げは見えている、投げの選択肢は読めています。まあここは投げを入れ、ああもう、OK、まあ投げ入れんでしょう、でしょうね。ここも OK、 あー危ない。ディジョスクールの強弱ナイフのコンボをやりたいですね。この動画の中で出るかは知らないけどね。はい、当たらない。あ、マジでパニカ？マジで嘘？ソン4、あ、死ぬ、死んだ。もうインパクトください。じゃあ、はい、はい、インパクト食うなさいって感じ。あそこでね、下手に抵抗してね、リソース消える方がね、ダメだから。ここは後ろに下がって、ここは逃がさない。 SA ゲージは溜まっています。一撃で持っていかれる状況。ドライブ、ここからチャンス。 OK、 これね有利なんだよ。剣の EX 弾とかね、竜のね EX 弾とかね、ガードして不利だからね、勘違いしちゃう人いるかもしれないけど、ためだからね、なんつったってね。 OK、 OK、 はい、コパンが届かなくてびっくりしちゃった。いや、正味はそこコパチュアしてやれって俺何回も自分で言い聞かせてんねんけどな。いやー、それは見てからパリを取るしかないね。おお、まあここは膝行きたいと思うけど、やめときましょう。ここからダメージはしっかり取りつつ、ここからどうする。ずるずるずる、そのダイパーなんかカウンターしちゃうって。壁際の駆け引きどうなるか。プレイヤー2マンアウト目前、これはいい形で入れ替えて、プレイヤー1さあ追い詰めました。ここでマンアウト、体力差はついています。試合は OK。 あーってリスル判断見せたけど OK。 あそこ実は SA1 変えたかったね。どうせこれファランクスじゃないですか。どうせパラン。おまか、思ったより DJ の今日のやつが短かった。もう下がるってそれは。オッケー。あのね、 CA 確認した、当たったの確認した、頭こんがらがったね。はい、あの由来だね、 EX 女性これいけんのかって。例のあの、てかもうここで見せるわ。 あ今見せるもう多分やらん。これなんやけど、結構ね運んでね、結構こんぐらい運ぶんよ。ただ俺はこっちの方が好きだから、ほらこっちの方が運ぶしダメージ出るしで、あのあれだよね、使い分けだよね。いや今まで俺ね、この後あって言ってこれやってたから、あのだいぶ変わるね、これ。いや2度ぐらい変わったな、俺の DJ の世界が。いて、あー、あ、フネークアイズかと思ったらイタザンだったわ。何それ。ジャストバリー反撃のチャンスになりました。ダウンからさあカウンターが入る。さあ試合は中盤に差し掛かります。体力はお互いほぼ同じ。連続技でダメージを取っていきます。飛びからうまくパリを噛み合わせて有利を作ります。プレイヤーはさあ俺のパンとせー。このインパクトはお
や絶対パーリーすると思ったからちょっといや思ってなかった。さあ飛び道具で牽制します。さあダブルラリアットから、さあカウンターが決まった。痛いプレイヤー、このままドライブゲージを使い切ってしまうか。熱性ゲージはお互いマックス、ここからどう運用していくか。おい回してた、おほほ回してた、どうしよう。いややるとは思ったけど、いつかやると思ったよ、残機だからな。残俺はね5の頃からね、その SS3 にね切れてきたよ。うっしー、うープレイヤー1ドライブが使えない、おびはバレていたか。意地と意地が勝負、投げ前じゃなかった最悪、クソったれが。次で最終ラウンド、両者のボルテージも最高潮、いきなり飛び道具から。さあラストラウンドが始まります、これで勝負が決まる。頭上から行く、プレイヤーは有利継続、あドライブ、ここからチャンスになるか、うん、前投げから壁際で詰めます。プレイヤーはアニングムーン判定、オッケー、ここは投げで大きなダメージを取っていきます。ウィーウィこれあれだぞ、ちなみにガードされてたら核反だったぞ、危ないね俺。バッ耐えろ、何だその技は。あージャストパリ、はいはいはい、理解したよ。いやだから重ねろって俺、いや難しいからあれだ、しゃあないだ、しゃあないポイント、世の中にはしゃあないこともある。あーここね違った、さっき紹介したコンボ行きたかっただよね。お互い行く気はありません、攻撃の手を緩めません。プレイヤーはこれを始めた、ここは大きいジャックナイフマキシマム、切り返した、前に出る。プレイヤーはドライブゲージが戻るまでの苦しい時間となっています。なんだこいつ、なんだこのこのロシア人びっくりさせてくるぞ、サンマさんになっちゃったよ、ヒャーってな。このラウンドでは何が起きるか、な当て強いわ、あったあった、どうせインパクトなんですよこれってね、入れ込んでくるんだ、はい入れ込んでくるな。体力がかなり厳しい、ドライブゲージも少ない。ごクソみたいなあれだな、 あれだな俺のクソ連携と似たようなことされたわ、タケコン出し切ってやるとタクリ場所みたいな、いやそれを説明したことあるわ。さあドライブラッシュで揺さぶりをかけていきます、大きく前に出ることで距離が離れていても技を差し込むことができる、このドライブラッシュ。まあここスカストリキ使うじゃん、当たった当たった、やったね。プレイヤーは壁をうまく利用して柵を通していきます。次はじゃんけんか、僕は厳しいですがまだチャンスもあるか、スーパーアーツを使います。いやバックステップ4だったな、これ足の足のこれ普通にしよう、ウェーイ対空サーバー見せて飛んだぜ、やったーラッキー。ヘッドバット、まあここはオリージャックナイフマキシマム、切り返した。プレイヤーは前のラウンドが近距離の駆け引きでは勝っている印象、このまま一旦落ち着いて、痛い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 、実はすごく痛い、緊張感が高まります。いやその実はあの初めて困ってます、あのタケコンに今まで意識したことなかったわ。ひーいやだ飛ばれるとは思わなかった、勝ってたぞあれ、対空できたら俺。ラウンド両者全てを出し切ることができるか、ローリングスマット、ドライブラッシュで勝負。まあいいでしょう、よくないんだけど、めっちゃよくないんだけど、実は投げで押し置き、なんか知らねえってそれ。プレイヤー1バーンアウトが近い、
ぞ。さあどうだ、プレイヤー2丁寧に壁のチャンスを生かしていく。どうなる、満身創痍か、ドライブラッシュから。どうだった、それ有利だった、無理よ、5の時不利だったじゃねえかそれ。おお、いや5の時あれ不利なんだよな、高さもうアパレルに決まってんじゃん、調教されてんだよこっちは5でよ。いやマジで調教室マジでされてる、ずあれダメだわ、同じようなモーションで性能180度違うのダメだわ。また残機じゃねえか、てか多いんだけど残機。あっと、注目していきましょう。あ、これはい、てかあの反射力オンにしてからさ、あぶれ、いやこれはねサマー間に合ったね。あ、最悪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 、さあこの差し合いの場合どう出るか。プレイヤー2もうドライブできない、ギリギリです。 OK、 遅らせた、あえての遅らせ鏡中盤ね、あえて。わ、うん、事故じゃねえぜ本当だぜ。うわー、 OK、 ザンギはねここ困ったらね絶対飛ぶか大パンするかねラッシュなんだよここはね。SA 回したから完全回答中わけ、嘘やろ、投げ場拾わないよお前。うまく投げていきました、ハリーを合わせます。さあハリーしてプレイヤーは、ここでのお引きが重要になる。あ、ブレチャンスは与えません。 OK、 残儀はねなんか DJ フリーどうやら結構なんかきついらしいんですけど、まあ俺としてはまあ他キャラの方がきついかなっていう。いや正直なんか負けてんだけどね俺残儀勝率一番悪いんだけど、 DJ についてやったかな確か。ここ成熟したら勝つんじゃないかな、うそやろ、はい、入れ替え許さない。オッケー、投げちゃしなかったからね。プレイヤー2まずはラウンド選手1対0とリード。先ほどの戦いをこのラウンドにどう生かすか、バックステップで距離を離したい、ダッシュで前に出る、一気に前を詰める。バカ野郎まだ投げれるかって顔が、うわ見てるタイプだったが、なんか残機使えてそこ見ない人多いからさ、あ、エロ、エロすぎる。うん罪エロいわ、そのコンボ選択エロいわ。オーケー、俺もこの対空エロいわで相手側ねここねヤッコさん投げてらっしゃったよな、さっき多分同じタクトルんじゃないかなと思うんで、ジョスクルでいきまーす。OK 大丈夫、食らう方が安い。あ、駒投げ駒投げ、うそやろ、確定しねえんだ。あのさ膝したらリバーしようと思ったらさあれ確定しないんだ、すっごいねあの技、あの技すっごいね残金だから一番ついんじゃねえか。もう一生これ趣味でいいや。大丈夫大丈夫、痛くない痛くない、ここまで食らってもいい、ここは
うん、いいとは言ったが痛い。うーん、ここまで見たくないよ。死ぬかー。いや、あの距離があれだったな。ダッシュではなかったな。やっ、 DJ が不利な理由分かった。膝だわ。へー、だからさっきから一生これ出んのよね。バックステ、プレイヤー2、ここでの押し引きが重要になる。一旦落ち着いて。オッケー、もう絶対 CA パナセーと思えてバックステしたけどね俺今。勝利を手にするのはどちらだ。エアスラッシャーを打っていく。さあ最終ラウンドが始まります。意地のぶつかり合いになるか。ローリングトマトラッシュで前に出る。落ち着いた立ち上がり。さあどうだ、このあシュートボトセンター。それジャンプからの強力な攻めに見事に対応しています。 SG 飛びは飛ばさない。どうなる、この距離で仕掛けるか。当たるんかい。さすがに不利だろそれお前。これね絶対ね SS3 は食らいたくないんよもう。だからあのサイズダッシュするふりしてジョス飛ぶ。もう SS2 白にしたさ、あのジャイジャンプしかしないの JP みたいなことするのやめてくれる。ほんとシミで飛べないやつからずっと5の頃からそれしてくるからね君たち。やめてそれ。やめて、逆タク強いのやめて。あのザンギ使いが逆タク強いんです。そもそもなんかSSE 俺が思ったところに話してくんねえの。マジで当たる。ダメだよ、残機使いにあの SSE 持たしたら強えから。モーダンガイル、あれだよな、モーダンガイル、あれだな、ベータの最初騒がれてたよな。まあ、正直ガイルが騒がれてた感あるけどな。お互い体力はそこまで減っていません。ダメージをどこから与えるか探りを入れていきます。さあ距離が遠いこの状況ですがどう攻め込むか。各種ゲージ類を確認して戦略を練っているところでしょうか。プレイヤーは打撃端のいい状況を作っていきます。打撃はさばいていきますですよね。さあ球はしっかりさばきます。体力差はついています。あそうだった、モダンだった。さあ次はエアスラッシャー、ここで勝負を失念した。モーダンかーいとか最初に言っといてな。どうでしょう。まあまあ別にモーダンだからとはいえって感じだよそれ。正直外出だからなんなのって感じだもんそれ。モーダンで。プレイヤーはここでの押し引きが重要になる。画面端を継続することで大きなチャンスにもなる。ですよね。失礼しました。プレイヤーはドライブしにくい状況。ここは我慢の時間帯になりそう。両者ドライブゲージはわずかとなっています。うまく活用できるか。アホ大丈夫、モダン大丈夫、モダンモダンモダン。モダン全然大丈夫じゃなかった。大丈夫じゃ、全然大丈夫じゃなかったモダねってな。さあこれが最終決戦ファイナルラウンド。トニックゴミ道具で決戦。アップねー。ああそうか、ガエルあれか、いけんのか。あですよねオッケーこの玉打ちは無理でしょあんた。バーンド中はこっちの方が優秀にめちゃくちゃ上だよ。ピョーンっていっちゃって相落ちをされて、いけ。いやーだ痛い、やめて。
あーたた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 手堅くゲージを稼いでいきます。弾で状況に変化を作ります。もう5個はゲージ削って、うまく使えば強力な地上技になります。ですよねー。お互い攻めの意識が強いか。投げていきます。体勢を整えつつ、プレイヤーはさあ追い詰めました。この切り返しは受け止めずになった。いや俺も別に今のパリ俺ラッシュのつもりのパリじゃねえぜ。これがクラシックの威力だ。2800。ちなみに甘えてます。中で出してるんで。あっそうね、失礼しました。あちょっとやめてよねマジです。飛び道具で牽制。どう崩していくか、お互い様子見が続きます。どう崩していくか、ジャンプを見据えてジャストで止めた。投げが決まった。どうなる。ドライブラッシュから中足、リスクをドライブゲージを振り絞る。一度距離を取って、ここで弾を打つ。キチ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 ってキチって、それ飛べ飛ぶ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 チャンス。はい、ですよね。あーやるね。はい、バウンドだよ。あーもうそうだった、モダンだった。やだー、もうやだー。これは知恵です。はい、ただ C 振ってた最中にあれです。あ、弾重ねられとるやんこれってなってやめました。いって、きちっぺ、きついっぺ、モダンのくせに軽く出るっぺ。いやもうガイル使えば投げ入れないか、投げ、いやちゃん投げ抜けな入れないんだけど、ブッパパス、ブッパで弾抜けしていくんだよ。じゃあ投げ抜けしていくんだよ。いやす、あ積んだ。この状況積みです。いやーきつすぎきつすぎだ。さあお互い攻めっ気たっぷりの様子。トニック壁際で弾打ち圧をかけていきます。これ絶対さサマータイクが出ないと思うね。これはここでの押し引きが重要になる。さあどう、投げが決まった。さあラッシュで前に出る。あっぶねー。ドライブインパクトで反撃していきます。あーマジか、回復しきっちゃってる。あのいろいろ見せた後のこの中そばです。はい、危なかったわ。もうさっきから投げ入れてねえから入れるのか、そこで入れるのかい。それシャー有利状況、有利に当たってる。さあこれは痛いぞ。ここがヒリツ少年だ。プレイヤー1迎撃成功。両者下がります。苦しい体力どうするか。プレイヤー1ドライブ、ここからチャンスになるか。
あー今飛んだ、俺飛んだ、くそガリ戦はあれだね、息が詰まるねくそーって感じ。いや、なんかあ、まあ、はい、ガリ戦はもっと使えるなと思いますあの集中力がいるんでね、ガリ戦ってやっぱ絶対大変っすわ。うー DJ ってガエルどう戦えばいいんだろうね俺のあのイーツエアスラに全てかける戦い方いいのかなまあということで、あの俺のガエル戦についてのね悩みがねちょっと浮き彫りになったところで終わろうかな。じゃあ、あとこれ、あのこれさっきからやってくれてると思うじゃん、あの話し力オンにしたのよ最近。オンにしたらまあこれが出る、これが出る、もうこうなるだろうね。いやトレムじゃなんないんだけどね、こうなるんだろうね。まああの話し力オン派オフ派、皆さんどっちですか？僕は分かりません迷子です、コマンド表の迷子ですね。ってことでここら辺で終わるかな、うん、何回言ってんのか分からんけど。ってことでさらば。